び出している斉藤美月、中2枚、酒井豪徳も入ってきます。クロスが来て武藤のヘッド、空を制しました。武藤よしのり、アディショナルタイム0対2、突き放す首位チーム、その差を広げました。まずは大迫のキープのところから始まってるんですよね。あそこで失わなかった。で武藤もね、少し後ろに入ってから前に入ってくると、助走をつけてですね、安西との競り合いですからね、やっぱり高さとしては武藤の方が有利なんでね、そこをうまく優位性をうまく使ってのゴールになったと思いますけど、クロスの質、そしてエディングのジャンプ、そしてインパクト、狙ったコースも完璧だったんじゃないですかね。はい、